ビッグボーイ、調布店、ロードサイド型ビッグボーイはアメリカ合衆国で発祥したファミリーレストラン。メニューはハンバーグやステーキなどが中心である。日本における運営法人である株式会社ビッグボーイジャパンはビッグボーイ、ビクトリアステーション、ミルキーウェイの産業体を運営し、2019年1月現在は計311店を展開している。 バーバンク展開版の下にボビーが見える。ボビー1936年にボブワイアンがカリフォルニア州グレンデールで創業した。主力商品はハンバーガーである。本社は1987年にミシガン州ウォーレンに移転した。ハンバーガー、ベルギーワッフル、ロールサンドイッチ、シナモン風味パンにイチゴパイなど多彩なラインアップのメニューを有するレストランチェーンである。 アメリカ、カナダ、日本などでチェーン展開されているが、過去のフランチャイジーの中には、ビッグボーイの名称やマスコットの使用を中止して、完全に独立した会社もあり、現代のフランチャイズの事業形態からすると得意な現象である。ビッグボーイを象徴する赤と白のチェック柄のズボン姿とサスペンダーを着用し、ハンバーガーを持つ仕草で愛されている。 マスコットキャラクターの名称はボビーであり、ボビーの家族のキャラクターも存在する。なお、家族の名前は以下の通りである。ビッグボーイ、南浦和店、ロードサイド型大英系列のレストランとして、1977年に株式会社セントラルレストランシステムズを設立、翌年株式会社ビッグボーイジャパンに称号変更し、国内第一号店を大阪府見直しに開店。 開放的な1フロアのアメリカ風の店舗に調理場が客席から見えるオープンキッチンで作るテコネハンバーグやステーキ類をチャーブロイラーで焼き上げる工程が見られるなどの特徴がある。比較的質の高いハンバーグを提供しハンバーグ系に強いレストランとして郊外型のロードサイド店舗を中心に出店が続けられた。フォルクスと同様にスープバーサラダバーなども導入している。 2000年にミルキーウェイを展開する株式会社ミルキーウェイ、ビクトリアステーションを展開する株式会社ビクトリアステーションと合併し、両ブランドを継承。後にグリルダンが誕生して4ブランドとなったが、2010年6月にミルキーウェイ全店舗をビッグボーイに転換して消滅させた後にグリルダンを全店舗閉店したため、 ビッグボーイとビクトリアステーションのみとなっていたが、2019年時点では、ミルキーウェイ店舗が一部で復活したため3、ブランド体制となっている。2002年、筆頭株主、ダイエーの経営悪化により、株式会社ウェンコジャパンと共に、全商に全株を売却され、ダイエーグループを離脱。それまで、クレジットカードは、ダイエー系列の OMC カードでの支払いのみで、 あったが、全商グループになってから、他社のクレジットカードも使えるようになった。また、ランチメニューは17時までになっている。2012年4月、ライスおよびカレーバーが加わる。また、スープバーは3種類から2種類に減った。今は廃止されている。中学生以上が入会できる、会員制度で、夏季の特典がある。ビクトリアステーション。 月サム店2019年1月現在、広島県、徳島県、福岡県以外の九州全県、沖縄県。以前は、広島県と鹿児島県にも出店していたが、広島県は2021年2月、鹿児島県は同年6月で撤退している。2013年8月23日、ビッグボーイ八幡店にて、店内のサラダバーの下の冷蔵庫に入り、 サラダ用の容器を置く場所から顔を出した男性アルバイト店員の画像がツイッターに投稿されていたことが判明した。同8日、外部からの問い合わせで発覚したものであり、運営会社側で事実を確認して、同12日付で当該店員を解雇し、同22日に同社のホームページにお詫びを掲載した。問題の画像の撮影は同年4月17日未明に、 当該店員の友人が言ったという、ありがとうございます。